皆さんこんばんは。え六、ー、月十七日今日楽しまないとこんばんは。んんは,はい <laughs> 始まりました。えー、今月から今日楽しまないと月二回三十分の放送になりました。<laughs> はいえー、この月二回ということで魅力ある話題をねえー、たっぷり詰め込んだ番組をまあ厳ししてね、えー、よく詰め込んでねお送りしていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。お願いします。はいまあでもそっちのがねあのー、いつも十五分になるとギリギリでこう伝えたいことが もうあーもう終わりって言うんで,、ね、でだんだんヒートアップしてきた頃に終わるんですよねそうそうそうだからやっぱ30分が一番ね、うん、ちょうどいいんではないかと、はい、そしてみんなの都合が一番合ってくるんだね<で>、うん、ハーリーがそう言ってはるんで面白い番組になると思いますはい,いきます <laughs> 早速ねはいそうですねお願いします今回番組リニューアル後初の素敵なゲストにお越しいただきました、えー、フラメンコダンサーシロコさんです いェー,、うん、ー、はい、こんばんは。どうも、はじめまして。はい、はじめまして。クールに今、ご一緒されましたが。ね、むちゃくちゃダンディーですよね。ね外見も素敵で。あ,あ。みんな見てますか。ね、国民とてくださいよ、もう。<laughs> もう うつさんといてすいません。<laughs> YouTube でご覧の方はね、もう今感激してあると思いますが、シロコさんのえっ、ー、とプロフィールをお話ししたいと思います。はい、えー、2002年に映画フラメンコに触発されスペインへ、えー、セビージャグラナダマドリッドでフラメンコを学ばれました。 そしてフラメンコの振興を目的に海外のアーティストを招くことやイベントの企画またフラメンコスクールとしてレッスンも行う京都ロスタントスを設立されましたそこで代表も務めていらっしゃいます2011年にはフラメンコルネサンス21新人公営奨励賞を受賞現在は東京を拠点とし日本のみならず世界で活躍されるフラメンコの踊り手であります 素晴らしいです、ね、らしいです、ねはい、ありがとうございます、ね、もうね顔つきがねダンサーですわどう考えても、うん、もう踊りをされてそうな感じですよ、うん、もうフラメンコがもう超似合いそうな想像したっき僕が踊ったらおかしいでしょ <laughs> どう考えてもフラメンコの顔じゃないや <laughs>、うん、もう顔薄すぎみたいなもうこれがやっぱ目鼻たちがね 発見されて、多分絵になるんですよね。でも、しろこさんご出身を、私まだお聞きしてない。ご出身はね、京都です。京都。びっくりした。僕、あの、てっきり、あの、ハーフなのかな。って思うぐらいの。ちょっとこう、日本人離れしたというか。そうねあれですか、やっぱり、その、向こうの文化に携わると、ちょっと変わってくるんですかね。そうですね。それにかぶれてくるというか、その。そうですね。ね。だと、僕は思います。えっと。 職業病ですよねなるほどだから向こうの方にスペイン行かれたのはもう10年以上前ですかそね。10年ぐらい前ですか。だん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 こう3年経って5年経ってで10年経ってどんどん今のまだらにかっこよくなっていかれるんですよね。すごいっすわ僕の周りでなかなかねこの雰囲気を持っておらっしゃる方なかなかいいじゃないですか。 僕ととてもう新たな出会いいですすありがござまフラメンコスクールってね設立されてるということでどういうレッスンとか受けられるんですかそうですねまあレッスンに来られる方は基本的には女性が多くてでまあ僕は僕自身はレッスンはメインでやってる仕事ではないので自分が踊るの方がメインなので。 あの自分ができる時に、はいあのー、京都に帰ってきては、はいえー、女の方が来られたり、はい、またおっちゃんとかも来てもらったりして <laughs> でまあ基本的な、はい、あの足のテクニックから、はい、体の動きから、はい、であとはリズムの練習から、はいまあ、歌ったり、はい、ギターを聴いたり。 まあ、そういったレッスンを1時間ないし1時間半やって、うん、でちょっとずつみんなにそのフラメンコの,あのなかなか難しいですよね、はい、日本にいてフラメンコを感じてもらう、はい、京都にいてフラメンコを感じるというん、そういうのが、まあ、できる限りリアルなものを伝えられるように僕たちがスペインで学んでそれを伝えていって。はいねうん、良さを、ね、伝えていいるととうこね 基本的にはね、うん、その、第一歩で来られる生徒さんっていうのは、どういう感じの人が多いんですかね初心者ですよ。基本的に、おじさんは多分、まあ、女性の影響ですね。そりゃあで、交流が持てるんでね。<laughs> 絶対に、うん、急におじさんが、うん、まあ、あの、四郎さんみたいに、若い頃に何かで、うん、触発されてとか影響を受けてっていうよりも、うんうん、まあ、おじ様たちが来るのは完全に、新しい女できたかな、みたいな感じにってしまいますね。いい下、下心ですよ。<laughs> その下心大事で,す <laughs>、はい、でも女性の方とかはねやっぱり情熱的なっていうか、うん、そのね、うん、スペインのああいうフラメンコっていうのは、うん、なんかこう女の人がね踊ってるのみんなもかっこいいですそうですね。<ー>まあ一時期何,何年か前10年以上前かな、はい、フラメンコが一時期ブームになった時期があってはい、はい、まあ去年一昨年とかだとベリーダンスがすごい盛り上がったと思うんですよね。 そういう時にあのやられてた人とかが、うん、まあ芸能人の方もやられてますよねそういう人を見てあ私もやってみたいなっていうのが多いんじゃないでしょうかね、うん、イメージとしてかっこいいとか,かいい、ね、あ自分もやりたいって思いますよね、うん、見てると男性の場合はほんまにある程度それに似合わないと何かやったらあかんのかなぐらいのね,、うん、ねなんか <laughs> どうしても容姿もかっこよくないであのフラメンコって。 かっこよく見えへん気がしてね。でも僕も一回やってみたいなと思うんですけど。もうそれはもうみんなみんな思ってますよ。初心者で初めてスクールに行く方は。でもそこでやってみて、こうだんだんね、やることで磨かれていくんじゃないかなってね。そうですね。思うんですけどね。なるほど。そうですね。先日お聞きしたんですけれども、スペインに本番に行かれていたということで。ははいい フラメンコもスペインといえば、まあ、ね食もいろいろ日本に入ってきてる美味しい食材もあるし <laughs> まあ芸術もね、うん、ピカソ、はい、シェリー酒街並みもね、まあ、インターネットでスペインって入れるとすごい綺麗なね写真とかが出てくるんですけれども、うん、最近日本でバルってねそうですねスペイン料理めちゃめちゃ入ってますもんね。 アヒージョ大衆的なねあれいいっすよねトルティージャトルティージャってあのオムレツですよねああじゃがいもの入ったはははいいい、分厚いオムレツあれもすごいでパエリアですねパエリア生ハム生ハムはいはい。でワインとシェリー酒シェリー酒ってどんな シェリー州はあの何、ー、て言うのかな上流したアンダルシアの、えー、とスペインの南の方のアンダルシア地方っていうのがあるんですけど、はい、そこのヘレスデラ・フロンテーラっていう町でしか作られてない、はい、お酒なんですよ。へ<ー>でそのまあ僕もあんまりアルコールを飲まないのではっきり分からないですけど、はい、多分、あのー、そのブドウの乳母という。 ワインをもっともっと蒸留したそんな感じのものを樽に漬け込んで、でそれをこうベネンチアドールって言ってこうなんていうのかこんな カップに入ってこれをこうやってこうやって日本で言うと何でしょうね日本酒なんじゃないですか日本酒ですねやっ国のお酒みたいな感じですよねワインが焼酎やっとしたら日本酒やと思いますなるほどどちらも奥深いちょっとちょっとちっちゃいコップで飲んではい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 なるほどオッシャ僕ねお酒だけは大好きなんで ままあまあこの声聞いてもらっわかると思うんですけど、まあ、昨日も飲み過ぎて、ね <laughs> うん、こんな声なんですけど、まあ、お酒はやっぱ興味あるんでね、うん、一回ちょっと甘いのからあのさっぱりしたのまで<ー>いろんなのがあるんです僕はやっぱ酒飲みじゃね基本的に甘,甘いのは好まないんでね、うんはあ、だから日本酒とかでもどっちかというと辛口の方がやっぱり好むんで、うん、僕はもうこのシェリー酒も味があるんであれば ちょっと、はい、スペインの方でもいろいろ好みがあるんでしょうね,うね女性はちょっと甘いお酒飲んでみたりとか、ね、あの食文化は行かれた時とかはあんま抵抗なかったですか,ですか結構スッと入ってきた感じですかそれがちょっとこういろいろいやー僕は正直言うと、はい。はい そんなに好きじゃない。っていうの、今でもですか？いや今でもっていうのも別に嫌いじゃないんですけど、あのヨーロッパの人って毎日同じもん食べるんですよ。もうそれに抵抗があるんですよ。毎日同じもんって言うと、もう飽き飽きしてるけどまたそれ行くみたいな。朝は例えばトーストに生ハム乗せてトマトを塗ってでそれにカフェオレを飲んででそれで朝ごはんを食べると。 それが一日二日やったら楽しいんですけど。毎日それ。ちょっと辛いですね。辛くなって。パッて聞くと普通に美味しそうです。けどいいなって思うけど、まあ、そこに味噌汁が恋しくなったりするってことですよね。まあ、その辺は日本人ですね。なるほどね。まあ、ルーツはそこに。ヨーロッパとか、まあ、日本人はすごい職人。 対してて貪欲っいいいうかろんななものが食べられるじゃですかでも向こうはそうじゃないから食の潔癖もあるやろうし文化的に例えば中国料理は嫌やとか食べへんとかそんな店行かへんとかそういうそうですね。国によっては宗教でこれ食べたらあかんとかねそんなのいろいろありますね。 それも日本人は結構幅広いですよねそうですね全種類一応食べてることにもなりますよねそうですねお店もあるしそうですね間違いないですね食はねでもスペイン美味しいですよなんか魚介類とかそうですねそんなイメージありますわパエリアでもなんかエビとかいろいろ乗ってたりねうんパエリア好きっすわ僕だから僕は行ったら太るんですよああホンですか一回り大きくなっって帰ゃゃじ

だから暑くてもこうカーデンを切るという <laughs> <laughs> ごまかしてたらもうね、はい、夏はね,ねち話それてしまったんで <laughs> はい、はい、すごい大事ないいきましょう潮君、はいえー、さんが思うスペインっていうのはどういう場所かなっていうのも聞きたいんですけれどもうん、うん、現地で毎日感動してたよっていうことで、うん、何に涙を流されてたんですか、うん、いやあのー、向こうでこう何に涙を流してたかっていうとまあそれはもう 向こう関係なく、まあ、今度この公園でやるアーティストたちと京都劇場でね11月に一緒にいて彼らのあったかさとか、はい、人間の大きさとか、はい、また経験値とか、はい、もう全てに感動させられることばっかりでトップアーティストですよね。 そう,そうですね,ねだから僕からするとこの白子さんのこの雰囲気をね今まじまじと感じながら、うん、この方がそれだけの感動をもらったってなると、ね、それを聞くだけでどんなんなんやろみたいな<う>ね、まあ、今からちょっと僕は興味がすごい湧いてます。そうですね、僕が今今人生でで一一番番感動ししてる時期です、はい、多分今年は多分一番泣くだろううなと思うしそれを 経験させてもらえる、そういうなんていうのかな招聘であったり企画を通じてこうやって彼らが与えてくれてるもんなんやろうなと思ってでこれを通じて自分がもう一つ大きなね、はい、アーティストになれたらそれでいいかなと、えー、ファンデファンジャパンツアー2013っていうことで。 えー、今度は11月3日、もう少し先ですけれども、6月の1日からチケットが発売していて、はい、なんとですよ、えー、東京公園、京都公園、えー、SS 席、一番、まあ、お高い、もう、ね、そうですね、間近で見れる席が完売してるっていうことでですね、あ<ー>もうびっくりしますえ。こういうジャパンツアーみたいなのは、今まではそうそうはなかったんですかね、たまに何年かに一度とかですか。そうですね、まあ、あのー 彼自体は何回か来られてるんですけど、はい、そのやっぱり何が難しいかっていうと呼ぶ側の人間も、はい、その芸に対してか理解してないとあそういういことですね、はい、お金だけで呼べることももちろんあるんですけど。はいはい 理解してないでダメと、はい、一番こういうダンサーとか芸術家で、うん、あのー、なんていうのかなやらしてもらえないというかなかなか機会もらえないのが、うん、自分の作品を発表するっていうことが難しいんですよね。はい、こうダンサーであったら特に、はい、でも今回は僕が彼に直接習って、はい、でその延長上で、まあ、休憩中に彼と喋ってって。はいあのー 日本でも踊って欲しいわっていう話で男と男の約束してでもう彼のやりたいようにやっ,てやってくれって言ったらもう彼だけじゃなくてその他他のメンバーも本当にスペインのトップの一人一人,人がもうメインでやれるような人たちばっかりが集結してしまってそれが今こうフラメンコの業界で話題になって。 うん、だから今回の,そのツアーっていうのはまあ白子さんが実現させたみたいなもんですよね。うん、もうそれがなければもうその休憩所の自分の思いがなければ今回はなかったです、ね、ってことです、ね、そんな裏のエピソードもありま<ー><ー>すま、ね、す,す気になるイベントなんですけど、うん、ファンデファンさん、えー、ホームページを見たら「フラメンコ界の貴公子」って書いてあってどんだけかっこいいなと思ってですね YouTube の映像があの横についていたんですよ、うん、ホームページで。はい、それを、まあ、見てみましたら本当に。 シログさんがちょっとファンデファンさん、本当にかっこいいよっていうのをおすすめやったんですけども、もうね、男も惚れるし、女も惚れるし、す <laughs> すぎますよね <laughs> もう見たらもう中毒になりますね、ねどんな方ですか<と>うそうですね、うん、この間、あのー、ちょうど、えー、先週、今週頭まで2週間ぐらい、スペインに撮影に、はい、プロモーション用に撮影に、はい、東京のスポンサーさんと一緒に行ってきたんですよ。はい その時最終日なんかはもうあの俳優さんのような、はい、いでたちで帽子をかぶってスーツを着て、はいえー、ベストを着て、はい、でネクタイをブルーのネクタイきれいなして、はい、でここにあの馬の金,、はい、金のバッジをつけて、はい、でそれをであのアンダルシアのセビージャという街の。 川,川沿いを歩いてはったんですねでそれを横ついてて見てたすごいかっこいいマイケル・ジャクソンかなこのは <laughs> ジョニー・デップかなと思うようなでも歩いてる人みんなが「あれや俳優さんかな俳優さんかな」俳優さんかなって言って<ー>みんなこう見てるんですね,ねそうそうーオーラとねでも何んだか今の説明で僕想像想像というか、うん、あのイメージはね今絵に浮かびますよねこんな感じかなみたいな。 ね、そんな方が京都と東京でね公演されるっていうことで京都では京都劇場なんですけれども、うん、ねでももう第一にアーティストはただ踊れたらいいんじゃなくてやっぱり人間性が芸,、うん、芸を磨くっていうか、うんうん、そういうのはあ、僕はあると思うんですよね、うん、なんで、うん、彼の人間性にまず一番は惚れましたよね、うん、外見じゃなくて、うん、もう本当に もう僕たちのことも面倒見るぐらいのつもりで一ファミリーファミリアって言うんですけどお前らのことはファミリアやからずっと僕らで一緒にやろうって言ってくれるんですよそこが一番ですよねどんなにトップでもやっぱり傲慢とかやったりするとついていく後輩とかもいなくなっちゃうかもしれないですけどそんだけの人間性とか素晴らしさがあるっていうことが白子さんも世界の人が惚れる理由やとも思いますし。 やっぱね、男と男っていうのはね、最終やっぱりそういうなんかいろんな書面のどこいろいろありますけど、うん、そうじゃないですね。うん、やっぱ気持ちと気持ちでやっぱり繋がっていきゃ、もうこれが一生の付き合いになりますもんね。うん、何かをこう、この人にっていう感じるもんをね、うんあ、この人やっていうのは、僕はやっぱまあ、ね、男なんで、 やっぱりまあ商売の中であこの人だったらっていう時はたまにあるんでね、うん、だからそういう気持ちですね僕らこういう業界に接してるんで社会のことって勉強させてもらうこと全然ないんですけど、うん、彼からそういうアーティストとしての社会との向き合い方とか、はい、そういうのはもう教えてもらったり、うん、ちゃんとあの大事なショーの前はシャツを、はい、新品のシャツを買いに行け。あ<ー>うん なるほどアーティストの決まりごとみそれであのお客さんに失礼のないようにするうん、うん、撮影の時も全部スーツも全部新品なんですよ4日間撮影してたんですけどううやっぱり、ねね、そこからねうん,うんまあプロ意識というかやっぱりこう人に に対してこう見せるっていう人にとっては、うん、その辺がもう最低限のそのプロフェッショナルがしたら最低限のマナーなんかもしれないですね。そ,すねそれぐらいをして望むっていうのがやっぱ当然なんかもしれないですね。そうですよね。ボロボロのシャツ着てね、うん、ダメですよね。そうですね。うん、で日本から来た僕たちのことをまねていろんなねレストラン行ってはご馳走してくれたり、うん、考えてもいなかったんですよね。僕はそういうこと。うん 逆に自分がご馳走せなあかんかなと思ったぐらい言ってうもあ,あのやったこ僕らがやってることに対してちゃんと返してくれはる、うん、その価値を分かってくれてはるでお金のためじゃないやっぱりこう自分のことを理解してくれてるちゃんとした仲間という意識で迎えてくれてるっていうのが心から伝わって。う また一段と彼のことを応援したいなと思いました。ね、本当に素敵な方が来られるんやなと思いましたけれども。ね、はい、結構先やなまだ。ね、楽しんで。あ、ごめんなさい。白岡さんにとってフラメンコってね、どのようなものかなっていうのをね。お聞きしたいんですけれども。それだけ心を動かしたね。うん、あの、もういろんな、インタビューは。 の人から同じこと聞かれことます。申し訳ないんですけどもももうで聞聞きたいいまだある時はね「フラメンコ情熱ですよ」とか「フラメンコ愛ですよ」とか「熱さがなかったらあかんのですよ」僕も若い時はそう伝えてたりしてたのでも今こういうトップアーティストと接して自分が一番 あこの言葉が確かもう答えやなと思った言葉があって、はい、だからフラメンコとは真実、はいうん、真実生きてることに対しての真実がこう人を感動さすんですよねうんフラメンコって音楽って、まあ、例えばもうこうやって「でって打ってこうやって叩くだけでもこう言葉が いっぱい出るんですよ。うん表現ですよね。出て,て、<おー> <laughs> かっこいい音が。でも誰もができることじゃない,じゃないですか。はいはい、でもそうやって一人一人その踊りの声、はい、彼が言ってる踊りの声っていうのがあって、はい、今回のタイトルでもなってるんですけど、それで伝えることが。<laughs> やっぱ真実味を帯びてなかったら人の心には届かない。そこに答えがあるじゃないかな。芸術のね、素晴らしさですよね。もうそれは多分フラメンコ関係なく、すべての芸術がそうだと思います。そうですね。生きてる証みたいなもんですね。それをどう自分が伝えたいかとか伝えてるかっていうのが。 真実ってことですね,そ,ですねそこに対して偽りとかがあればそれがきれいに映らへんやろうし、うんうん、そういうふうに人から取られるってことは自分の今がそう映ってるっていうことかもしれないですね、うん、そうですね、うん、まあ一生懸命何かをすればそれ伝わるしで面白くないなって私が思ってたら、うん、まあこの会場とかスタジオなに面白くないなっていう雰囲気が流れるしもう全部伝染していくっていうことですよね素晴らしいも。 で人が感動するっていうことはもうそれなりの、ね、意味と真実がそこにあるっていうことでなんか僕、ね、今からでも多分見たら絶対鳥肌立つんやろなって今のしろ、ね、さんのちょっとした動きの音だけでちょっとゾクっときたから、うん、多分もうこれ見たら多分もうそれが会場内にあの大きい会場内に流れるって、ね、いうすごいと思うでも感動これもいろいろみんなと話し合うんです感動ってあなたにとって何 って言われることも、はいはい、感動する瞬間ってどんな瞬間、はい、人それぞれぞ違うんですよね、はい、頭で考えて、はい、よかったわって言わはる人もいればでも僕が純粋に思うのは本当今さっき言わはったように鳥肌が立って毛が逆立って、はいはい、心臓がバクバクして涙出てきて、はいはい、そういう状態が一番感動してる人間が。はい 意識なくえ何々何ってこう自分で今まで味わったことないような、うん、だから僕一番いつも思が感動ってやっぱり自分の結局味わったことないことを味わった時にどれぐらいのその感覚例えばまあ初めてでも面白くないものに対しては、うん、ああこんなもんかってなるけど初めて例えば今回のこれ見れた時にそれが普通に見てた感じが気づいたら うわってなったりとかするんが、本間の意味での、う多分感動する、気づいたら。今言ったみたいに涙が。そうえ、みたいな。なこれみたいな。もう涙してから気づく、ドキドキしようと思って、できませんからね。うん。そうですね。もう、ほんで、あの、あ、芸術っていうのは。零点零コンマ一秒で決まるんです。もう、本当のアーティストって、その人が。どこを向いてるか。 何を食べてるか何を着はんのか、うん、何を取ろうとしてはんのか何を飲まはんのかもう全部が気になるんですよ<ー>行動すべてが、はい、もうそう,そういう人が僕は最高のアーティストだと思うんですよね、うん、で一歩動けばもうそれがす,すべて芸術になるみたいな、うん、もう僕はそうなんじゃないですけどでもあの彼ら見てるとそう思いますねな、うん、なんんでで自分がこんな一瞬で 感動すんやろうとか、うん、いろんなの見ても海外のも見てもあんま感動しないんですよ今さらはい<更>、はい、でも彼らを見てるとそう思います、うん、奥が深い芸術は奥が深いって思っててもでも実際決まるのは本当に瞬間的なことっていうことですよねそうですねうわー、はい、あなれですかほんでなんか白子さんあのー、このね素晴らしいこのショーの前に、はいはい、ちょっとあれなんですね関西でも何か ちょっとそうですね、はい、今、8月の26か7 7 28かな、はいは、8からスタートで3週間ほど全国ツアーを、はい、いろんなところ回るんですよね、はいでまあ、大阪も行き、はい、まあ京都もちょろっと踊るんですけど、はい、まあ,あと南は大分から、北は東京、えー、仙台とかかも行くのかな、はいね、石川、富山もあるって書いてありますいですね。はい それもぜひちょっと地方の人を見に来てもらえたら、ね、はいここでちょっともう一度11月に白子さんが中心となり開催されるフラメンコの舞台、うんえー、YouTube でご覧の方は後ろにポスターも貼ってあると思うんですけれどもその詳細を申し上げたいと思いますスペイン日本交流400周年記念企画 フラメンコ界の先ほど申しました、貴公子ファンデファンさんと超一流のアーティストたちが踊る情熱のフラメンコということで、11月3日日曜日、会場は京都劇場で開催されます。SS 席はもう残念ながら完売しております。S 席1万円、A 席が8000円でございます,す,いす、ね。 えー、追加講演私はは期待しております、はい詳しくは、えー、検索キーワード「京都劇場フラメンコ」でご検索ください、えー、そこの,あの京都劇場とフラメンコの検索キーワードを入れましたらあの白子さんが、えー、設立しております、えーとね、京都ロスタントスをのホームページにもつながります、えー、そこで、えー、詳細やイベント等をご確認くださいませ、えー、最後に。 白子さんから一言ぜひ、あのー、感動的なあの舞台になると思います、はい、であの心が躍動するそんな瞬間もいっぱいあると思うので、はい、なかなか見れない本場のフラメンコをぜひこの機会に、はい、一,人一人でも多くのお客さんに見に来てほしいなという思いですただただ。ね。 ねもう SS 席が完売してるっていうことは、まあ、形状のことかもしれないですけれどもそういう、まあ、そういう完売してるっていうことの事実がもう皆さんが期待してたっていうね街に待ったみたいなもうそれをよりいい席で見るぞみたいな人が、うん、もう待ってる方がね,ねいらっしゃるということですね,ね、うんうん、楽しみでございますね,ねそうですね、うん、まあこれを機会にまた ね、成功したらまた次回また違う形でいろんな世界の、ね、もっともっと、うん、白子さんが中心となって広めて,、ね、てやっていけたらいいかなと思います <laughs> はい。<laughs> いは素晴らしい時間を。ありがとうございました。いやこちらこそ、ね、ありがとうございました。こんな白子さん、京都出身で、嬉しい。ね。ね、今後楽しみ。よろしくお願いします。<laughs> はい。<laughs> よろしくお願いします。<laughs> はいえー、本日は日本を代表するフラメンコダンサーの白子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ね、また素敵な公演の告知を期待しております。フラメンコ。お願いします。いますはい、よろしくお願いします。 嗯。